高校の時のものを今も持ってるって結構大切なものだったのかな。入ってたものを全部あげちゃったけど、もし大切なものだったらどうしよう。そうだったら謝らないと。電話してみるか。もしもし、父さん？僕、いおりだけど。ああ、いおり、久しぶりだな。深刻そうな声に聞こえるけど、どうかしたのか？実は父さんが昔よく使ってたっていうバッグが僕の部屋に置いてあって、中に入ってたものがいろんな人の役に立ちそうだったから、父さんのものって知らずにあげちゃったんだ。大切なものだったりしたらごめん。ああ、のバッグ、気づいたならよかった。実はあれ、全部いおりのために買ったものなんだ。ずっと渡そうと思ってたんだけど、なかなか会えなかったからな。バッグに入れて持ってたんだよ。まあ、いおりの役に立ったみたいだからよかったよ。生きるなら正しいことばかり言ってらんないような、どこかの街でまた出会えたら、僕の名前を覚えていますか。その頃にはきっと春風が吹くだろう。バルセロに生まれ変わって、人生一から始めようが、へばりついてなれない地続きの今を歩いてるんだ。後ろに全てさようなら、降りしきる雪を全てを包み込んでくれ、今日だけは全てを隠してくれ。目覚めたらどうかのどれかになってやしないかな、なりやしないよな。かけ流してくれ、せわしない日常の中で年だけを重ねて、その向こう側に待ち受けるのは天国か地獄か。分かりやしないんだ、腹の中。それでも愛し合い、そう生きてゆくのが定めとした。後悔ばかりの人生、取り返しのわずかに家待の一つやって、作り誰にでも得るよね。そんなもんだろう、うんざりするよ。まさらに生まれ変わって、人生一から始めようが、へばりついて離れない、地続きの今を歩いているんだ。真っ白に全てさようなら、降りしきる雪の全てを包み込んでくれ、今日だけは全てを隠してくれ。